おはようございます、あつしです。さあ今日のラブ川崎、2023年の最後の放送になります。さあ皆さん、今年はどんな年でした？僕はですね、まあ、今年もいろいろたくさん笑えて、笑顔に満ち溢れたいい年だったなと思います。そしてこのラブ川崎、来年川崎市が市政100周年を迎えますので、またいろんな楽しい川崎を、川崎市をお届けできるんじゃないかなと思っております。楽しみですね。では違いますよ、番組はこれから始まりますからね。今エンディングみたいになってましたけど、さあ今日も最後までお付き合いください。ラブ川崎スタートです。今日も川崎の魅力たっぷりお届けします。はい、これから始まりますからね。これからですよ、はい、なんか終わりみたいなコメントだったでしょ、ねいや年末に向けてね、忙しくなる時期ですから ね、 ね、どうですか、はい、皆さん年末ねえ、ちょっと大掃除とかどうですか、佐々木さんしてますか？あの、私今年はちょこちょこ大掃除で、うん、お大事なことだね。10月からやってます。早いわ、10月からやってんの。10月から大掃除を。だから多分10月にやった、うん、あのお風呂場とかちょっともう汚れてきちゃってるから普通の掃除になってるよね。もう感動されてるよ、それで。もう一回やらなきゃいけないかなっていう感じにはなってますけど。まあでもね、自然の状態で。そう、はい、1年に1回しか開けないとか怖いよね。俺冷蔵庫の後ろとか怖いのよ。恐怖ですね。重いか、そんな移動できないじゃん。気持ちよく新年を迎えましょう。そうですね、はい、ということで今日のテーマお願いします、はい、ということで今回のテーマはこちらです。潜入川崎の海苔工場というテーマをお送りします。海苔、ね、って海苔だよね、あの海苔です。食べる海苔よね。熱々のご飯に乗せて食べると美味しい、はい、あの海苔、パリパリの海苔ね、そうなんですよ、はい、もう日本古来の伝統の食材なので、うん、本当に日本人に愛されてきたあの海苔なんですが、はい、お二人海苔どういう風に食べるのが好きですか？まあ僕はあのおにぎりですね、あのご飯粒が見えないぐらいにもう囲っちゃうやつ、いいですね。包んじゃう海苔が好きなんですよ。ペロってつけるんじゃなくて、そう、あの海苔がいいんだよね。私は手巻き寿司を家で、楽しそう、パーティーとかでするとね、いろんな具材乗せて海苔が全部まとめてくれるのが大好きです、いいですね。海苔がないと始まんないですもんね、あのそんなお二人も大好きな海苔なんですけれども、はい、大好き。川崎で海苔何かイメージありますか？ないな、正直あまりない。川崎の海苔のイメージはないね、ないね。今からですね150年以上前に、うん、はい、現在の大師ヶ原地区の住民の方々が、うんうん、国から海面使用権を借り受けて、うん、海苔の養殖を始めたんです。 やってたの。そうなんです。これが川崎の漁業の始まりでもあったと。海苔から漁業が始まったと、だ人々が海に出たっていうことですか？うわ、すげえ。そういうことなんです。意外と海苔との関係は深くてですね、はい、あの今でも海苔の養殖って行われていると思いますか？いや、なくない？どうでしょう。だって沿岸部はやっぱ川崎はもう工場地帯のイメージじゃない。気になるところですよ、ね、そうなんです、はい、さあ一体どうなのか聞きに行ってまいりました。どうぞ。海苔といえばやっぱりおにぎりですよね。佐竹あさみです。さあ川崎で海苔の養殖は行われているんでしょうか？行ってきたいと思います。訪れたのは川崎マリエにある川崎の海苔作り資料室。早速本題、川崎で海苔の養殖が行われているのか聞いてみると。川崎で海苔って取れるんですか？今はちょっと取れてないんですけど。食べたかった海苔。昭和47年に海苔養殖は終わりを迎えていました。50年ぐらい前。現在の川崎マリエンがある場所でも海苔が取れていたそうです。うん、ここでその海苔の味って覚えてますか？この多摩川っていうここは、その川から流れる栄養分と、はい、それとこの海の塩水、それでこう栄養が、ね、海苔に非常によく合って。味わいは？味はものすごく美味しいんですよ。香りもいいし、本当に喜んでいただいた貴重な海だったんですね。磯の香りが強く、それはそれは美味しい海苔だったそうです。そうそうだ。
当時の海苔の養殖を映した貴重な映像を見つけました。近代工業都市川崎に工業とはおよそ沿道に食用海苔ができます。ここ大師海岸の一角が産地で、明治4年から始められた古い伝統のもとに、11月から4月までの寒い時期に海苔の養殖は行われていました。素手じゃない。当時はこんな道具を使っていました。戦後はこういう網で、養殖をしながら、これで海苔を取ると、こういうような形にしております。はい、網に海苔が引っかかるんですね。いや、これ種をつけるんですね。あ、そういうことなんですね。海苔種をつけて成長するわけですね。海苔作りは支柱を立て、海苔の種、胞子をつけるところから始まります。生海苔を昔細かく切るために、これが刃なんですね。それでこれでこうやって海苔を細かく切って、手作業で、はい、これからこういうミンチという機械に変わって、ここへ海苔を入れて、はい、海苔が細かく切れたものがここから出てくる。海苔切り機を使用している様子も映像に残っていました。洗って切った海苔はすいて、その後干して完成です。うわー、すごい量。黒川さんは毎年市内の小学校を対象に海苔作りの体験教室を開催しています。子どもたちにもこういう昔はやってたよと、大師の海で採れた海苔なんだよということを教えてます。やっぱりこの歴史だけは後世に伝えていきたいと。川崎の海苔の歴史はこれからも受け継がれていきます。ということで、川崎の海苔についてお伝えいたしました。取れてたんですね。取れてたんです。しかも大量に、あの辺多分一帯がシーズンになった海苔で満たされるわけじゃ、多分ね、見てみたかった。干すタイミングあるもんね、絶対ね。いろんな道具も使われてるんですね。そうなんです。その道具がどんどん発展してきて、今の海苔作りにつながっているというところで、歴史は深いんですよね、海苔作りって。150年でしたっけ。なんかあれだけ美味しいって言われると食べてみたいよね。そうなんです。今ちょっとね、大使の海苔が食べられない、ワインみたいに残ってないかな。あ、そうですか。100年前の海苔ですみたいな、保存状態よくって、そして来年の2月頃にも市内の小学校を対象に海苔作りの体験教室を開くということですから、ね、どんどん、ね、こう受け継がれていくといいですよね。はい、あ、でも川崎で海苔が作られた前に海苔がどうやってできるかなんてわからないじゃん、うん、子供たちって、ね、大切なことだよね。そして川崎でも海苔が取れてたっていう事実をする、歴史を知るっていうことも大事だし、食育にもなりますから ね。あるね。さあ、続いては川崎市の海苔屋さんに行ってきました。海苔海苔川崎の海苔問屋、高木商店にやってきました。もうね、後ろでは焼き海苔工場がありまして、今まさに作られてるんですよね。創業122年の老舗海苔問屋を訪ねてみると、ちょっと木を基調にしててモダンな感じなんですが、明るい雰囲気ですね。業務用などの海苔も含めるとおよそ100種類の商品を扱っていて、川崎市内のお店を中心に卸しています。昔からこのお店っていうのを構えていらっしゃってたんですか。そうですね、はい、同じ川崎で創業はしているんですけども、はい、創業当時では川崎区、海の東京湾に面している川崎区で商いを行っておりました。もしかしてその大師で海苔が取れていた頃からやっていたんですか。そうですね、神奈川県産の海苔の仕入れ高が全国で1位というこちらでは、海苔のコンシェルジュがさまざまな相談に乗ってくれます。全部知ってる。どの海苔を選んだらいいんでしょうか。こんな漠然とした質問にも、お客様のご用途だったりとか、ご予算だったり、ライフスタイルに合わせてご提案させていただいております。手巻き寿司には薄め、太巻きは厚めの海苔が合うそうです。そうなの。おにぎりが好きなんですけれど、パリパリとして食べていただきたい場合は有明海産、ちょっとしっとりした海苔が好きだなという方には神奈川県産という形で、私は握って少し時間が経ってしっとりした海苔が結構好きです。最終的には神奈川県産のおにぎり用の海苔を勧めていただきました。そしてついに焼き海苔工場に潜入することに。失礼します。うわ
ちらで海苔を焼き海苔にしています。仕入れた海苔は水分が残っているので焼く前にこちらの機械で乾燥させます。こちら1回かけると6時間回し続けなければいけないので、冬に採れた海苔を乾燥させて保管、その都度焼いているので通年美味しい海苔が食べられます。奥の方から焼けてないお海苔がこの長い焼き窯を通ることで焼き海苔になっていく。すごいスピード感ですね。この一瞬で綺麗に焼けてしまうので、乾燥海苔と焼きたての海苔を比べるとこんなに色合いが違うんです。神奈川県産の海苔の全国の流通量のシェアはわずか 0.2%、 幻の海苔と言われています。産地の違う海苔、味を比べてみると、神奈川の極みいいね。後からふわっと甘みがほろほろと口どけがいい感じですね。 一方神奈川県産は、いただきます。食べることがないからな。あれ違う、味が濃い。海藻がしっかりしていて、海苔の香り風味がとても強いのが特徴ですね。こう風味がぶわっと鼻に抜ける感じがしますね。産地が違うと味や香りも変わるんです。神奈川県産の海苔は味が濃いものとよく合うとのこと。海苔の風味が負けない。噛めば噛むほど、はい、海苔の旨味が広がりますね。私いつも味付け海苔ばっかり買っちゃうんですよ、はい、海苔は大好きなんですけど、味がない海苔、味がない海苔はおかしかったちゃんと海苔の風味って味わわなきゃいけないなっていうふうに思いました。はい、ということで高木商店さんご紹介したんですが、はい、海苔お持ちしました。いや食べたかったの。さんは神奈川県産の海苔、はい、ご飯と一緒にどうぞ。貴重な 0.2% ですね。そうですよ、はい、いただきます。美味しそう。パリパリで、いい音してる。味わってください、ご飯と。パリパリすぎてね。うわいいですね。風味すごいね。そうなんです、風味が本当に強いんです。そして増田アナはお店のオリジナルの海苔、香辛子の海苔です。お珍しい。そのまま味わってみてください。あ、うんうん、ほんのりピリッとですけど、うん、あの海苔のこの深みをこう引き立ててくれる感じ、美味しい。大人の海苔だね。あのこの香辛子の海苔、はい、現在売り切れ状態ということなんですが、次回2月頃に販売予定しているということで楽しみにしていてください。大人気なんですね。そうなんです。美味しいもん、美味しかった。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ続いてはプレゼントです。今回は神奈川県産の海苔雪の花を5名様にプレゼントします。ご希望の方は12月23日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。番組ホームページからメールでも受け付けています。たくさんのご応募お待ちしております。お待ちしています。ということで本日は川崎の海苔ご紹介しました。美味しかったね。美味しかったです、はい、そして次回はもう新春特番になります、はい、福田市長と、はい、あの話題のスポットへ、はいはい、行ってまいりました。そうなんです、はい、すごかったよ、ね、そしてその中でまた行けないような場所にもご紹介していただきますので、楽しみ、特別に入れていただきましたからね、はいはい、楽しみになさってください、はい、元日に放送になります、はい、お楽しみに。1時からです、はいはい、ということで1年ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまた来年。